こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、マイルス・デイビスの、ワーキンに入っているフォアですね。これセッションでもすごく役る曲で、この裏拍が僕はすごい苦手だったんで、学生の時ね、ぜひこう攻略していただきたいなと。じゃあ1段目からやっていきたいと思いますが、ワン・ツー・ワン・ツー・スリー、これですね。ここは、ずっと一瞬ライドに行くんですが、ずっとハイハットでいいと思います。フィリーってこうコンピングする時のテーマの時はずっとこう、ここだけでやるとコンパクトになるし、非常にこうあの時代のジャズになりやすいですね。でライドに行くのはアドリブになってからっていうふうにちょっと決めてるところもあったりして、ハイハットでテーマやってる部分がすごく多いですね。でそんな感じになるの で特にこの曲はシンバルに行ってますが、これ左左右でもいいんだけど、僕は跳ねた感じって裏が寄ってくるわけだから、表を右裏に左で決めとかないと、これがこれ交互にやると不安定になってしまうので、この感覚で覚えてしまった方がいいと思うので、ここは左右で、でもシンバルは右で行きたい。でもここってフィルが3連の中抜きなんで、なのでこれを推奨してます。なんでかというと、ね、か左左こうというふうに、ここの手前のこれって同音なんで、これをラフにしたり、これをフラムにしたりしたりすることができるので、この手順の方がそのバリエーションが作りやすいと僕は思ってます。まあ最終的にできれば何でもいいんですが、これが非常に楽な動きなので、こっちでもいいですね。左左右でもね。でチーチッキチッタとかはうなずきですよね。で、ダバダダ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 ダ、ここはうなずきが2回入ってるけど、ほんでこの2回がここに対決するんだけど、ここはラフになってます。なので押さえつけバズロールで、ここはダバラバダバラバになってるっていうことで、ここはすごい歌ってる感じですね。だから、ダというふうになってます。ここってこのターゲットノート、ここのシンコペーションを合わせるために、ここに前段を打つと、その手前に5を入れたいと、5入れる手前にラフを入れてっていうのがフィリがよく使うフレーズ、すごいよくかっこいい感じですね。で次の段がですね、次の段はこう15になってるんですね。これはだから30、これで狙うと。でこれもフォルテピアノクレッシェンドですっていうふうにラフを入れて15にしてます。ダーダバラバダダダダダ、ここがここ憎いところなんですが、ここつったって言って、ここで一瞬止まった感じにする。ね、この細かい時間帯でこの休符をうまいこと使ったりっていうのが、もうフィリーの天才的なところですね。でこのタタジャーはどこに行ってもいいし、コンパクトに行きたいんだったらというふうですね。で最初のテーマだけね。後半は、まあ、チーチチチタンタトドドね、流れがとっても綺麗ですね。で2回目の A2 ですね。A2 はですね、パパ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 パというふうに。ここの部分がこう空いてるじゃないですか。ここの部分、ここはドラムの見せどころなんですが、ダカ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 入れない。だけどこうシンコペーションをうまく使う。
このここもウドンタドンドンツタンドンっていうのね。ここまでの流れですね。ここなんかはそうですけど、こういうところのシンコペーションの使い方はめちゃくちゃ複雑でかっこいいですね。このテンポでやってるのと、こういうところの埋めるとこはここのターゲットの音に向かって遠くから狙っていたりとかですね。でここもツッタンチャーターバラーバンに向かっていくと、ターバラーバはチャーチャーってやってて、でここはツッタズクターブルーダ、ちょうどこのスネアの入ってるのはこの休符になってるとこだけでしょう。だからものすごくこう歌を歌ってるので間に入ったりとか、ものすごく歌を歌ってるのでその間をうまく埋めたりとか、それをこうどかどか埋めない、こう流れの中でこのシンコペーションがクッて切り替わるところでこう推進していきながらこう間を埋めていくというか、もうちょっと天才としか言いようがないという感じですね。多分こんなこと考えてなくて、こんな書き出さずに考えてなくて、歌を歌ってたら自動的に入るって感じの人だと思うんですけど、こうやって書いてみるとめちゃくちゃ理にかなった、コンピングだということでございます。あとテーマはメルマガ登録した人の、ポイントの経費になっておりますので、皆さんメルマガ購読してください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。